ご覧いただきありがとうございます。新体のまさきです。本日は奈良市木寺町にございます。非常にね綺麗な 1LDK のストック木寺にお邪魔しております。では早速こちら玄関スペースからご紹介いたします。こちらの方にはですね、このように大容量のシューズボックスがあらかじめ備え付けとなっております。でありまして左手の方ですね、オシュレット付きのおしゃれなお手洗いとなっております。でこちらが、キッチンとリビングのスペースとなります。どんとねゆったりとしたリビングスペースとなっておりますね。内装の方もねかなり綺麗な状態ですね。でこちらが、南向きのバルコニーです。バルコニーのね、手すり壁の方もね非常に高く設置されておりますので、まあ、外からね見えにくい仕様となっております。また駐車場の方もこのように完備の方されております。あとはですね、こちらですね1階のお部屋ということで、このようにシャッターの方もバッチリですね。で隣の方ですね、洋室スペースとなっております。まあ、主にね寝室としてご利用の方もしていただけますね。お部屋自体もね非常にゆったりと作られております。またこちらですね、収納スペースがかなり豊富なお部屋となっております。ハンガーパイプがね通っておりまして、奥の方までしっかりと収納の方もしていただけます。窓がね非常にたくさんございますので、室内もね明るくて開放的なお部屋ですね。また、リビングとこちらの様子の方にはエアコンの方もあらかじめ備え付けになります。初期費用がねぐっと抑えられますね。さあこちら、今ね大人気のカウンターキッチンとなっております。後ろのスペースにはねあらかじめ食器棚もねかなり大きいものを設置していただいております。隣の方では冷蔵庫もね置けますね。キッチンの方ですが、3口のガスコンロがついたシステムキッチンとなっておりまして、まあ、シンクでしたり調理スペースもね非常に広々と作られております。またねお魚が焼けるグリルでしたり、食洗機もね、あらかじめ備え付けの非常にねいい物件となりますね。でこのようにねリビングでしたり隣の洋室の方までね見渡し見ていただきながらお料理も楽しんでいただけます。でこちらですねモニター付きのインターホンがついてますので、もし女性の方でもね安心ですね。でこちらが、非常に綺麗な水回りです。まず洗面スペースですね。大きなね独立の洗面化粧台とその隣が洗濯機置き場となります。まあ、ちょっとしたねこういったタオル置き場がねついてるのが嬉しいですね。で、お風呂がこちらです。マシの方もね、伸ばしていただけるほどゆったりと作られております。まあ、小窓がねついてるのがね嬉しいポイントですね。もちろんね追い出し機能でしたり、浴室乾燥の設備もバッチリ備え付けとなっております。こちらのねリモコンの方で操作していただけます。またね、詳しい情報につきましては賃貸のまさきのホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心賃貸のまさきでは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。